はい、ということで私たち今ね、蓮田インターというところに着きました、埼玉県のね、はい、で彼が今からタコ天、タコ天でしゃぶってくれるそうなので、はい、うわどうですか温度と匂いは。完全にチンポ今回は私もちょっと買ってみたので。うまこれ、何それ、何かエビマヨ。うわタコにしちゃった。これ前回何だったんだろうね。前タコにした。あ、そうなんだ。エビマヨ、エビマヨ買ってると思う。今回もタコにした。そう、タコとエビマヨとトウモロコシ、うーん、とタコ一発で着くまで行くのかな。どうだろう、ね、眠たいとか言ってなんか危ないんですよこの人。手首をねポキポキしたり指を噛んだりして眠たいの時はやるんですよ。あとは返事が遅い、運転してるんですよ高速で、信じられませんよね。頑張って向かいたいと思います。破り損なった手作りの地図、印をつける現在地。着いた瞬間に思ったね。うわそうじゃん、キューンの真似じゃん。全然借りれない。服の慢性だ。あ、歯磨き粉持ってくるの忘れた。あるわ。歯磨き粉。歯磨き粉。びっくりしたでしょ。オービスが来たと思って。オービスが来た。いい。それムービー撮ってんの？ん？ムービー撮ってる。撮ってるじゃねえ。分かった。じゃあその中で俺がいいと思って曲当てて。絶対これだ。ああじゃあこれ、じゃあこれ、もうじゃあもうこれしかない。ベンチとコーヒー。この間丸の内俺レーナのやつ見たけど興奮したわ。え、ガイムチャンネル。ああマスクしてる。マスクしてるよ。あれで黒いと気づかれないからつって今から白いのに変えていいですかって変えて、あの本当にいい子だわレーナ。それはさ、あんだけ稼いだらさ、いい子にもなると思うんですよ。いやあの子多分本当に死んだと思う。あれが死んか、うん、なんか なんかどっかでね、ないボロ出ないかなと思ったんだけど出ない出ない、本当に謙虚だし。声がうるせえな。また鍋うまい。ボリュームとかじゃなくて声がうるせえ声質なんだよなんでうるせえなそれさえうるせえんだお前。面白いマジうるせえやつ。ガシャガシャってマッキーさもうやめろ。まだ撮ってんの。え、ずっと撮ってんの。撮ってないです。撮ってる。撮ってない。撮ってない、うん、いつから。初めから撮れてなかった。マジでだよね、赤いのついてないもんね。ついてるは。どっちだよてめえガツくな。撮ってんのはどっちなんだよ。撮ってるよ。撮ってんだったら消せや。面白いとこなんでもねえんだから。それがいいんじゃないわけ。あ、そうなの。じゃあこれを流すの。そう。あばれる君も来てるよ。トモ君の先輩の食べ比べかな絶対。何それ。何これ。ないのかな、スペシャル牛丼かな。ないんだったら言ってんか。厳しそうすぎる。来ましたね。でへへ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 。まあ、じょっぱいね。うん。うまくレベルできる。付け合わせも好きなんだ。うん。俺もスペシャル行こう。玉元だ。なんかおかしいぞ。 AF ってこれアルファじゃないよね。あ、トム君に会った。 OK。 はい、私たちは、このスイスイという牛タン屋さんに行ってきました。めっちゃ美味しかったです。美味しかった。あの分厚くて、で、なんならあの店主のね、あのおじさんがすごいなんか物腰柔らかくてね、うん、しかも私たちとあと2人のもう一人のお客さん2組で、うん、なんかもう閉店、ほら見てよ。え、嘘でしょ。ほら、ソールドアウト完売しますよ、ほら。え、今日これで終わりなの。マジで。本当だ。
翼が出るって書いてある。マジで、え、超ラッキーじゃん。危ねえ、うん、危ないとこやで。あら、ああすげえ、あ、そうだったんだ。え、混んでる混んでないとかじゃなくて、もうあのタイミングで切れたんだ。いや、ランチで多分出ちゃったんじゃない、ほぼほぼ。あ、そういうこと。そうそうそう、だってほらスペシャルセットもさ、うん、あの満量は出せないって言ってたじゃん。あ、言ってた。大体ランチでも結構。あ、そっか、俺たちが頼んだのはその牛タン食べ比べセットとテールセット、テール焼き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 が、孤独のグルメで紹介されて、そう、食べに来たんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。で、なんか混んでるかなと思ったら、そう、自分たちとあともう一組あとから入ってきただけで、いや美味しかった。でもなんかそのテール焼きって定食じゃなくて普通に単品で頼んだんですけど、そうそう、2人いるからって言って2人分にしてくれたんですよ、量を。やばくないですか、同じ値段で。そんなことあります、マジ。ホスピタル、ホスピタル、ホスピタリティの、ホスピタリティの頂点でね。仙台にそう来たんですけど、あのね、道がすごく広くてね、これ僕の個人的な感想ですけど、あのめっちゃね、 お家も新しいんですよ。全然これからの街だなっていうか、何を上から言ってんだって感じですけど、いや本当に住みたいなと思うぐらい綺麗で、なんかいろんなその いい具合の綺麗で、道も広くて、スーパーとかそういうのも充実してるし、来てよかったです、来てよかったです。